本動画は主に決算業務等へ携わられる方々向けに焦点を当てた内容となっています。視聴の際には動画配信用の資料をお手元にご準備いただけますと幸いです。また金融庁ホームページに掲載している記述帳法の開示に関する原則および記述帳法の開示の公示例集2020も合わせてご参照ください。1ページをご覧ください。本動画のテーマは記述帳法の中の事業等のリスクの開示についてです。まず総論として法令等においてどのような開示が求められているかについてご説明いたします。3ページをご覧ください。2019年3月に公表した記述帳法の開示に関する原則の抜粋をまとめたスライドです。囲み部分は法令上記載が求められている事項です。望ましい開示に向けた取り組み1に記載がありますが、事業等のリスクの開示では一般的なリスクの羅列ではなくて、リスクが企業の将来の経営成績等に与える影響の程度や発生の蓋然性に応じてそれぞれのリスクの重要性をどのように判断しているかについて投資家が理解できるような説明が期待されます。5ページをご覧ください。記述帳法について企業の皆様から寄せられた質問の一部を Q&A 形式で取りまとめたものです。事業等のリスクについては潜在的なリスクをどの程度記載する必要があるか、また潜在的な事業等のリスクの定量的な影響額や対処方法についてどのように記載すればよいかについてご質問が寄せられています。これについて1つ目の矢尻で記載していますが、まず潜在的なリスクをどの程度記載するかについては投資家の投資判断にとって重要であるか否かという観点で判断すべきと考えられます。また2つ目の矢尻ですが、記載したリスクがどのような観点で重要と判断したか、リスクの重要性の判断過程を記載することによって経営者のリスクに対する考え方が明確になり分かりやすい開示になると考えられます。続いて4つ目の矢尻のリスクの影響の内容の記載については、測定可能であれば定量的な影響額を記載することが望ましいですが、測定が困難な場合は定性的に分かりやすく記載することが重要だと考えられます。6ページをご覧ください。こちらは損保ホールディングス株式会社の開示例です。損保ホールディングス株式会社の開示では、まずリスク管理体制の枠組みとしてリスク管理の全体像を記載しておられます。左側の図表では企業価値の向上を図る一連の経営管理プロセスとして、戦略執行にかかるリスクテイクと経営基盤の安定に資するリスクコントロールの2つの側面から戦略的リスク経営 ERM の考え方を具体的に説明しておられます。また右側ではリスク評価の内容について定性的な情報のみならず定量的な指標を示しながら具体的に記載しておられます。続いて7ページをご覧ください。損保ホールディングス株式会社の開示では、主要なリスクについて重大リスクのヒートマップとして主要なリスクを発生可能性と影響との観点から評価した結果を図示しておられます。このようなリスクマップの開示が徐々に増えてきておりますが、文章のみの開示と比較しても各リスクの重要性の違いがより伝わりやすく、投資家との対応にもつながる良い開示であると考えられます。なお経営環境の変化等に応じてリスクの重要性が変わることも考えられるため、リスクマップの内容については適宜見直しが図られることが期待されるところでございます。8ページをご覧ください。この中における事業等のリスクの記載内容についてご説明いたします。まず1つ目として、新型コロナウイルス感染症の影響を事業等のリスクに記載する必要があるかというご質問です。この点については、経営者として新型コロナウイルス感染症が経営成績等の状況に重要な影響を与える可能性があると認識している場合には、
事業等のリスクに記載する必要がございます。記載にあたっては、例えば従業員の働き方やサプライチェーンへの影響といった事業活動に与える影響等も含めて、取締役会や経営会議等における議論の内容を記載するなど、具体的に記載することが期待されます。また可能な限り定量的な情報も含めて記載されることが望まれます。2つ目の経営成績等に与える影響額の記載の考え方につきましては、取締役会や経営会議等で議論されている今後の経営成績等に与える影響額を記載することが考えられます。これについては概算値として記載する方法のほか、影響額の範囲を記載する方法も考えられます。また影響額を算出する際の前提となる仮定やシナリオを記載することも重要と考えております。なお3つ目の経営方針経営戦略等との関連付けについての留意点については、例えば経営方針経営戦略等と関連付けて記載することが投資家の理解を容易にすると考えられる場合は、経営方針経営戦略等の記載の中にリスクに関する見出しをつけてまとめて記載をし、事業等のリスクの項目では経営方針経営戦略等を参照する旨を記載することが考えられます。9ページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症は当社の主要なリスクだと認識しているが、これに対する状況が変化している場合、対応策を記載する必要はないかというご質問です。対応策について取締役会や経営会議等で議論している場合は、その内容を具体的に記載することが望まれますが、対応策が明確に定まっていない場合や状況に変化が起こりうる場合には、その旨を記載した上で、その後対応策が策定された時点で四半期報告書や臨時報告書、適時開示等において情報提供することが望まれます。対応策の記載にあたっては、経営成績等にかかる対応策だけではなく、例えばリモートワーク等、新型コロナウイルス感染症の感染防止拡大がどのように行われているかなど、事業活動にかかる対応策についても具体的に記載することが期待されています。今般の感染症のリスクに対する対応として、特別な会議体や管理体制を置いている場合は、例えば当該会議体の意思決定権者、構成員、権限、位置づけや議論の内容、活動状況等、その具体的な内容について記載することが望まれます。10ページをご覧ください。こちらはコニカミノルタ株式会社の開示例です。まずスライド左側の青枠部分において、個別のリスクを説明する前に、リスクマネジメント体制やグループ重要リスクの特定フローを図示し、リスク管理方法やリスクの選定方法を具体的に記載しておられます。このように特定した重要なリスクの結果だけを記載するのではなく、その抽出プロセスを記載することによって、抽出したリスクの背景の理解が進み、より投資家との対話が促進されると考えられます。また右側の青枠部分括弧2では、リスクマネジメント体制の運用状況について具体的に記載しておられます。さらに新型コロナウイルス感染症下におけるリスクマネジメント体制についても合わせて記載がなされています。投資家からはリスク管理体制がどのようになっているかを開示することは有用な情報であるといった声も聞かれています。続いて11ページをご覧ください。コニカミノルタ株式会社の開示では、個別のリスクごとに発生可能性、発生する可能性のある時期、その影響、対応などについて記載しておられます。また新型コロナウイルス感染症に関するリスクの項目では、リスクだけでなくビジネスの機会とも捉えて、考えられる影響を具体的に記載しておられます。このようにリスクと機会の両面からそれぞれのリスクを整理しており、またリスクへの対応策を具体的に記載している点からも好事例であると考えられます。
12ページをご覧ください。事業等のリスクの開示についてどのように区分すればよいか、どのように重要性に応じた区分をすればよいかとの質問です。リスクの区分についてはリスク管理上用いている区分に応じて記載することや、特に重要なリスクと重要なリスクに区分する方法などの方法も考えられます。続いて9号をご覧ください。当初経営者が重要と認識し記載していた事業等のリスクについて、その後経営環境等の変化によって重要性が変化した場合の記載方法に関する質問です。この点、比較を用意する観点から前年との変化が分かるように記載することが望ましいと考えられます。また主要なリスクと区分して記載する方法や有価証券報告書への記載を省略する場合、その経緯を記載することも投資家にとって有用であると考えられます。13ページをご覧ください。株式会社リクシルの開示例です。株式会社リクシルの開示例では、各リスクについて経営者が想定している発生可能性や影響度に加え、重要性の前年からの変化や経営方針等との関連性を記載しておられます。このように経営者がどのようにリスクを捉えているかを、重要性の前年からの変化も含めて具体的に記載していただくことは、投資家との対話もつながる有用な情報であると考えられます。14ページをご覧ください。96にございますが、事業等のリスクの開示について ESG や TCFD に関連するリスクに関する開示をどのように記載すればよいかとのご質問が寄せられました。 ESG や TCFD に関連するリスクについては、取締役会や経営会議等において議論されている場合は記載いただくことが可能だと考えられます。次ページ以降の J フロントリテイリング株式会社の開示例では、事業等のリスクにおいて気候変動に関するリスクを認識し、対応策も含めて具体的に記載されております。後ほどご参照ください。続いて18ページをご覧ください。経営戦略等や事業等のリスクなど、不確実な将来情報の記載について触れると、企業の皆様からは虚偽記載に問われる恐れがあるので、このような記載は消極的にならざるを得ないというコメントを多くいただきます。この点、金融庁としての見解を2019年1月末に公表している改正開示フレのパブリックコメントの概要およびコメントに対する金融庁の考え方ナンバー16に記載しております。特に赤字で記載している点ですが、提出日現在において経営者が企業の経営成績等の状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクについて、一般に合理的と考えられる範囲で具体的な説明がされていた場合、提出後に事情が変化したことをもって虚偽記載の責任を問われるものではないということです。例えば経営会議や取締役会等で議論されているリスクの内容を記載した後に、事象が変化した場合もこの事実をもって虚偽記載に問われることはなく、このような場合は事実が変化した旨を記載した上で新たに認識したリスクの内容を記載していただければと考えております。一方で経営者が認識している経営上の重要な情報をあえて記載しなかった場合や、取締役会や経営会議等で議論した内容と異なる内容を記載することは実態と異なる記載のため、このような場合は虚偽記載に該当することがあり得ると考えられます。このパブリックコメントの概要およびコメントに対する金融庁の考え方ナンバー16は、事業等のリスクに関する内容としていますが、経営戦略や会計上の見積もりなど将来情報を記載することが考えられる他の開示事項についても同様の整理になります。最後に、スライドにはございませんが、本日のテーマに関して金融庁が実施している有価証券報告書レビューで把握した改善の余地があると考えられる2つのケースについて簡単に紹介させていただきます。1つ目は、
長期間記載内容の見直しがされていない事例です。もちろん会社にとって重要なリスクが頻繁に変化することは考えづらいですが、一方で長期間リスクが何も変わらないことも稀であると考えられます。新型コロナウイルス感染症の影響をはじめ、将来の不確実性が高い現状において、リスクの内容や重要度が本当に可燃度から何も変化していないのか慎重に検討することが期待されます。2つ目は、リスクの内容について抽象的な説明にとどまり、記載されているリスクについて顕在化する可能性の程度や時期、影響の内容、リスクへの対応策などが記載されていない事例です。これらの記載事項はあくまでも例示ですが、投資家が自らの判断に影響を及ぼす可能性のある重大な事項を正しく理解できるよう、具体的な記載が求められています。19ページは、企業情報の充実に向けた公表物の URL 及び QR コードを掲載しておりますので、ご参照いただければと思います。本動画の内容は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。